や面白いよハゲの原田さんが。本当にだって20代からハゲてんだよ。もうその過酷な人生たるや。いやいやいや、そうじゃなくて、なんかあるじゃん、その頭の良さとかさ。大学生の時からハゲてて、うん、で、あの、ハゲ隠し、なんかね、ハゲの、あの、ふりかけを髪の毛にかけてたんだけど、うん、でそれが、あの、クラブに行くと光るらしいで、で友達に、ホルダーも髪の毛光ってぞって言われて。マジでみたいな。あ、いい話、いい話。原田さんはね、苦労してるんですよ。そっか。あの人、なんか、ハゲ面白いキャラなんだけどね、顔悪くないんだよ。うんうん、顔の造形はいいの。うん、でも、ハゲたせいで、うん、全然その、イケメンとしての人生歩めなかったのよ。そうだね。なんか、面白いなと思って。そうだね。髪の毛って大事なんだなうん。いい人だよ、原田さん。ハゲてるから。ハゲてるからいい人なわけじゃないでしょ。うん。いろいろあるからいい人なんでしょ。あ、だからね、うん、ちょっとね悟ってんだよね、うん、あのその自分のクマムシクマムシってやんだけどその世の中で自分が何をしてもどうにもならないことがあるってことを20代の時から知ってるの。ああなるほど、ままならぬと、うんうん、だからそこのね覚悟ができてるのと、うん、あとその頭もいいし人当たりもいいし、うん、ハゲで笑い取れるから、うん、結構いろんな人にうまく下からいけて仲良くなれてっていう、ほらタレントじゃなくて言うても博報堂の研究所の人っていうポジションと、うんうん、そのタレントとして喋れるっていうところもあるんで、うん、そのうまいバランスが取れてる人だから結構面白い、うん、でもほらタレントになっちゃうとさ、うん、そのテレビ受けをすること言っちゃうんだけど、うん、あくまでその一応研究所の研究者的にバックグラウンドがあって、うんうん、こういう調査をした結果こういうことがありますって事実を言う人なの、うんうん、だからあんまりそういう人っていないんだよね、タレントで。タレントってやっぱ、まあまあ、あの適当なこと言っちゃうから、まあその場の面白さをね優先するときはあるんですよ。原田さん嘘つかない人だから、そのちゃんと調べたことを言う人だから、うんうんうん、だからそういう意味ではね超優秀、面白い、ハゲてるし、うん、サラリーマン、世の中にいいハゲと悪いハゲがいる。ほう、いいハゲは、あのハゲであることを受け入れて、ハゲである人生についてきちんと自分の中で消化した上でハゲとして生きて笑いにできる人、うんうん、で悪いハゲはハゲを笑いにできない。だってさ、周りみんな気づいてんだよ、お前ハゲって。ハゲてない、ハゲてないでもさ、それを笑いにできてない時点でさ、うん、もうその感覚がずれてるわけですよ周りはハゲとか周りはブサイクって分かってて言ってるし、分かってて見てるわけじゃん。ハゲてない。でもそれを一向に受けられないっていうのは、要は事実を事実として認識できないわけよ。こいつは俺、それってだからさ、社会に対して 1+1 がいいとも分からないのよ。いや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 だからね、ハゲとデブで自分を笑えないやつは本当ダメだと思うんだよね。美意識高い人はしょうがないね。いや高くてもハゲはハゲだし、デブはデブだから。いやでもほらニコラス・ケイジとかいるじゃん、ハゲててもセクシーって言われる人いるじゃん。もういるよ、うん、もうなんか俺ハゲてるけどかっこいいですって開き直ればいいのよ。ハゲてないですじゃないの。あそうか、うん、だかショーン・コネリーとかもハゲてますけど何か確かにね、うん、確かに。だからプライド高いやつは面白くないよね、女の別の話題にしてあげて、かわいそう。おお、待て待て、楽しんでるぞこっちは一応。200円もらったから、じゃあ別の話題にしようか。ああ、生まれってさ、割とそのさ、うん、ハゲも生まれじゃん。変わってねえじゃねえかもうちょっと泳がすべきだったら、まあいいや。そうだね、変えようか。何がいいよ。いやだからほら、僕君好きだよね、中でハゲてるじゃん、うん、でも生き残った生き残る時よけは別だけど、まあ何とか何とか生え残ってる、生え残ってる、生え残ってる、40過ぎても生え残ってるから、ずっと覚悟はしてきたんですよ、ハゲるっていう。そうね。だからそういう意味でさ、生まれて割とさ人生決まる部分ってあるじゃん、うん、ブサイクで生まれたらもうブサイクだし、うん、だ僕ヒゲさんよりはまともなもんね、見た目。まあ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 いいよ、だ別に上の方とは言わんけど、うん、まあまあ、まあ、君は確かにね、目鼻立ちしっかりしてるから、だからそういう ね、その人生の中ではそんなに不幸なことはなかったんだけど、うん、やっぱりそういうのってさ、外見で、ね、生まれ持って決まっちゃうとさ、うん、長田さんとかめちゃくちゃ足短いじゃん。わかりにくい人、すごく足が短い人がいるんですうちの会社に。説明してください。すごく、何がすごいかっていうと、僕よりも身長すげえ低い、頭1個分低いんだけど、座ると同じ高さになる、うん、座高が高いの。座高さんと呼ばれてるんだけど、うん、でこの状態、例えば今ひろゆき君が座高さんだとしたら、こうなってるじゃん。でじゃあ立ちましょうって言って座高さんですけど、そのままでいいよ、うん、こういう状態になる、うん、座高さん動かないんだよ、うん、姿勢がいいのでは違います。足が短くて、足が短い、座高が長いんです、はい、物理的に、物理的に座高の方が長いんだよね、足より、うん、すごいよね、うん、ね。いやだからああやって生まれたらさ、うん、座高さんも笑えるキャラだからいいけどさ、うん、笑えなかったらきついよね。まあね、
でもね、息子さんちゃんと足長くなったんですよ。よかったね。でもあれでしょ、生活をさ、なんか洋風の生活にすると足長くなるんでしょって言うよね。うん。でももうだいぶ昭和入ってから、いや、だから要はあのさ、ちゃぶ台とか。でも逆に最近やばいんだよ、うん、あの要はさ、地べたに座る生活、ライフスタイルみたいなのがあるじゃん。地べたりやん。地べたりやんじゃなくても、ほら、あの要は何、ラグかなんか引いて、おうち、まあ今そうだけど、うん、ソファーとかもなくて、むしろラグかなんか、その地べたにドーンって座るとかするのは、うん、結局昔と同じ。あ、そうなんだ。畳の生活と変わらないから足短くなるんじゃないの。でも僕だってずっと横になってるけど身長伸びてるよ。君は横になってるからでしょ。うん、うん、でもラグで横になってるから。ドボが長いんじゃない。君も確かにね、多かれ少なかれ。確かにね、僕身長高いって言われるのは、うん、基本みんな座って喋るじゃん、うん、あ、座高長いのかも。いや、そんな分かんないけど。あ、でもヒゲさんの方が身長 2,3 センチ多いでしょ。うん、君の方が高いね。うん、あ、でも僕座高高いのかも。うん、ちゃんとあれに水平に、あれに水平なの、うん、これにウェブカメに、うん、うん、ちょっと僕高い。あ、もうちょっと高いね。ちょっと上げて。上がんないんだよ、この下がり方わかんない。どっちもどっちだな、本当に。40のおっさん、椅子の上げ方もわかんないし、椅子の下げ方もわかんないし、なったなった、これで。椅子のせいだ、あ、椅子のせいだ、君だよ。あ、でも、君。椅子でもちょっと高い。まだ高いの？いや、これ下げ方わかんない。いや、俺は上げ方わかんないな。ドリフかい。で最終的に立てばって言われても、立ってたら分かんないでしょ。座高を知りたいから立ってほしくない。うん、だからヒゲソンのも今身長いくつ。174.1、今175ぐらい、下後にして。え、6なかった？6はさすがにない。あ、そうだっけ。うん、え、ちょっと立ってみてよ。どうなんだ。ええ、もう目線一緒だね。でも若干僕の方が上かな。いやいやいや、それはお前が精神的マウント取ってるだけだ。一緒だよ。え、でもちょっと背中合わせ。何背中合わせするの。何がしたい。痛い痛い痛い。ああ、でも確かにヒゲさんの方が高いわ。でしょ。え、なんでだ。こっから上が長いの。こっから上目の位置一緒な気がする。あの、さっきコメントあってすげえイラついたんだけど、俺の方がでかいかもしれないんだけど、顔もでかいって感じて。うるさいわ。まあタオルでね、ごまかしてるのはあるかもしれないね。でもね、うん、俺の方がちょっと高いでしょ。うん、コメントで殴り合いだから、そういう意味で僕そんなあの、うん、座高が高いんで足長いわけじゃないんですよ、はいはいはい、ただ細いからそう見えがち、うん、なるほどね、うん、だからシューちゃんめちゃくちゃ足長いしてた。あ、シューちゃん足わかんないね。シューちゃん実はね、足長いんだよ。足か、うん、あの腹でみんな気にしないんだけど、うん、実は足長いんだよ、あの人。ヒゲさんは聞き上手だから女性にモテますよ。で、え、聞き上手はモテるのか。ああ、でも僕聞き上手ですよ、自分で言うのもなんですけど。お前は持論を押し付けたがる。俺から見たら君の聞き上手は嘘つき。聞き上手じゃなくて君喋らせてる、はい、質問上手って方がいい。ああ、めっちゃあの、うん、その問い詰める、うん、まあまあ、だからその相手の話からのそこに引っかかったフックっていうのをこうちゃんとね、ほりほり広げてくれるから、うん、見てる人からするとすごくためにもなるし面白いと思う、うん、俺のは聞き上手だと思う。ただね、一つだけ言わして、はい、腹減った。なんかあるんじゃないの。なんかあるかな、うん、なんかデブなんだから何でも食うでしょ。デブだから何でも食う、うん、虫でも食うじゃん。もうただ君は食えない男だな。そのさ、ヒゲさんのさ、うまいこと言いますよみたいなさ、空気なんなのそれ。別にさ、うまいこと思いついてもさ、その感じでやらないよ。なんなのその、俺今からうまいこと言いますみたいな。落語が好きなんですよ。はいはいはい。落語の時ってさ、最後さ、オチってどうでもいいオチなわけじゃん。そうだ、大したオチではないよね。最後に熱いお茶が飲みたいみたいなさ、はいはいはい、ばあさんがみたいな、ばあさんがそこで終わんねえけど。それ落語じゃねえよ、うん、これ田舎順次の歌ですからね。だからあるわけじゃないもんね、はいはい、やぶから棒に、いや壁から釘です、そこずながやでございましたみたいなのがあるわけですよ、はいはい、確かに大爆笑じゃないんだよね。そうそう、ちょっと好きなんだよね、でもその間が、はいはいはい、うん、
でも小泉進次郎も落語結構聞いてるらしいですよ。ほら、しんちゃん、うん、ちっちゃい呼ばわりだ横須賀っ子だから上からだ。いやいや、めぐいんさんね、小泉進。あ、めぐいんさんも横須賀なの？めぐさんも確か横須賀だよね。へぇ、うん、割と僕的にはシンパシーのある人ですよ。じゃあ休憩の前にちょっとソシャゲやってるからさ、なんかその落語で話広げといて。そのクソつまんないソシャゲ紹介しながらやりなよ。紹介するほど面白くないんだよ。じゃあやるなっつうんだから。あ、だから面白いかどうかというより、フラローのパクリや。そうそう、これを続けてる人が世の中にいて、うん、でその人たちが何のためにやってるかっていうのと、うん、単純にゲームが面白いかどうかっていうより状況の最適化なんだよね。だから何のゲームやってもいいんだと思う、多分。あ、そうなの？うん。何のゲームでもいいんだけど最適化する上で、あの、うん、実力がある程度出るものが好きで、うん、カードゲーであのなんか SSR が出たら強いみたいな。ゲームって、うんうん、その実力分ほぼないからあんまり面白いと思えないんだけど、多少あるのよ。そのタイプのゲームは確かにそうだね。だからクラロワってそれじゃん、うん、ある程度その、まあ、カードが強いには越したことはないんだけど実力である程度カバーが可能っていう、うんうん、そういうゲームが好き。クラロワもやってる。クラロワは今7時間あの8時間宝箱が開いて、うん、今3時間宝箱が開けてる最中。 FPS はどうですかってコメント来てるよ。僕 FPS ダメなんですよ。なんで？言おうかな。あのトラックボール派だから。あ、いやマウスって絶対位置で動かせるじゃん、うん、だからあの 0.1 秒とかで絶対位置で同じ場所に行けるんだけど、はい、トラックボールって絶対転がさなきゃいけないから。そうなんだよね。時間的に遅くなるのよ。俺も下手なんだよね。だからあと格ゲーも苦手です。思い通り動きません。それはまあコントローラーに慣れてないっていうのもあるんじゃない。あのね、うん、その格闘技やって出た経験があるんですけど、その時からもそうで、うん、あのまあ、例えば球を投げるでもいいんだけど、うん、球を投げる時に理想的なフォームってあるのね、うん、要はあの肘をこの角度で上げてこうボールを上げて前に打つ時は肘から前に出て、うん、最後はこう伸ばすとかっていう理想的なフォームっていうのがあるんだけど、うん、その通りに体が動かせない。なんだろう、つまりダンスも苦手。苦手。ああ、なるほどね。あの要は決められた通りに体が動かない、うんうん。でバランスを取るときってさ、左右に動くも、要は人間って必ずブレるんだけど、うん、ブレに対してどうやってバランスを取るかっていうのを無意識でやってるんだけど、うんうん、僕その無意識の幅が大きすぎてコントロールできないの。ありがとうございます。来ましたよ、うん、2018年だから。マジで？明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。あ、運動神経悪いってことは OK。 逆なんだよな。動物的に最短距離を通っちゃうんだよね。だからアスレチックとか僕すごい得意なのね。はいはいはい。あのここに登ってくださいとかここから落ちないようにしてくださいとかあるんだけど、うんうん、その時に自分の手と足をどういうふうに動かしてるかって認識をしてないの全く。網を登る時とかって、うん、本来的に人間って左足をここに置いて右足をここに置いて右手を伸ばしてっていうのを考えながらやって最適なフォームっていう、あのクライムやる人はそうなんだけど、うん、っていうのもいるんだけど、僕無意識でやっちゃうの全部。そこを無意識任せにしちゃってて、ほらで僕無意識任せがすごい好きで、うん、だいたい動きのほとんどを無意識に任せちゃうのね。危なくね。え、でも無意識任せだと。あ、だから早いよ何やるにしても。早いけど危ないじゃん。そう、頭で意識しちゃうと、うん、自分の体をこう動かすべきっていうのと実際の筋肉と、うん、実際のバランスとは別の動きをする可能性があるんだよ、うんうん、僕無意識に任せてるからバランスいい。だから僕サンダルでさ、うん、雨の人がすげえ滑るんだけど、うん、あんまこけないのよ。はいはいはい。まあ確かに、ね、あのガンガン滑ってるんだけど、うん、あの滑った時になんとなく大丈夫な動きを勝手にやってるの、うん、なんかズリッとはするけど、うん、ズデンはないよね確かにね、うん、っていうその中で無意識の運動能力を僕は割と自分のところに信頼してやってます。あ、そう、自転車乗る時と一緒。あ、まあ確かに自転車乗るのは無意識かな。自転車だからさ、右と左どっちに倒れてるかって考えながらやるやつはほぼいないわけですよ、うんうん、なんとなくでできちゃうの、うん、でそうなんとなく無意識に任せて乗ってるのよ、うんうんうん、その感じ。でも君さ、エスカレーター逆走しようとしてすげえすっ転んだじゃん。2ちゃんの深い時びっくりした。サンダルは滑るなと思ってスケートすれば運動神経って分かる、ね、あ、スケート僕ちょこちょこできます。小脳任せ。そうなんだ。走るの速いよ僕だから。そういう人年取ってから怪我するぞ。いやー、あー君そう。ああ、だからほら、あの役年の話をしたじゃない、下山地で。ね、君何にもなかったってね、うん、去年翻訳だったのに、うん、要は自分の意識っていうのがあって、意識だったらこれができるだろうと。でも体力って衰えるじゃないですか。ちょうどその40の男性だったら42歳ぐらいのと衰え始めるとか、まあ明確になると。でその意識のイメージと体の衰えっていうのがクロスしがちなのが翻訳なんじゃないかっていうのがひろゆき君説。
だから自分の思ってるイメージと体がついていけなくて怪我をしがち。それが翻訳ですっていう、その話でしょ。そうそうそう、はい。あの厄除け参りとか行ったことない？ないんだ。もう俺行ったよ、前役で行けば、うん、あ、だから行きたい人が行くのは全然いいと思うんだけど、うん、金払う気はない。ああ、なるほどね。だってそれで役が来ないんだったらさ、うん、もうみんな役来てないよ。まあ自分の体に期待し、なんだろうな、うん、あ、これができるだろうとか思ってないからね、自分の体任せに割と僕しちゃうので。うん、でもそれで言うとね、君のその話聞いてから、聞く前から思ってたけど、うん、あ、確かに体力的に落ちてる。あ、そうなんだ。今年翻訳だから俺、あ、はいはい、気をつけなきゃなと思って、うん、役っぽい顔してるね。どういう意味だろうな、うん、だから運動部やめてすぐの人がめっちゃ太るとかも一緒だよね。ああ、そうだね、うん、長距離苦手ですね、辛いから。あ、でも普通の人より普通に走れるけど。まあね、俺昔長距離好きだったのね。あ、そうなの。辛いから。あ、M だもんね。なんか俺一回だけね、でもね、うん、何の時だったかな、部活かなんかかな、うん、時になったのね、ランナーズハイ。ほう、めっちゃ気持ちいい。高校時代かな。なんで一回だけなの。なんか走、だいたい5キロ以上走るとならない。いや、俺10キロマラソン出た時になんなかったんだよね。ならないんだ。なんなかった。むしろ才能なんじゃないの、そしたら。いや、でもだってこれランナーズハイってある程度体がやべえってなってから脳内麻薬を出すから、うん、ランナーズハイなわけじゃん、うん、やべえってならないってことは、うん、ヒゲさんの許容度的にはまだいけるってことだと思う。ただ褒められてる。褒めてはいない、デブだから。あと、マスクド大輔豚眼鏡っていう言葉やめろ、ほんとに。ヒゲさんさ、タオルやめたら来ますか、そのついに。なんか違う記号が欲しい。豚眼鏡書いてる。豚眼鏡よりはタオルって言われてるからね。タオルって言われたら確かにね。こいつハゲてんじゃないの、家にハゲてないしとかで、できるんだけど、ね、タオルとおっさんって言われるもんね、パッと見は。そうそう、豚眼鏡って言われたら見ないでってなっちゃうから、もう、まあ、ダーンって。もうそれでバーチャル YouTuber やるしかないから、はいはいはい、うん、プリミティブテクノロジーみたいな。裸、あ、確かに違う要素を見せる。ああ、DOH100%。 じゃあまず DOH100% さ、許そう、前張りもしなかったよね。偉いでしょあれさ、うん、その後そのテレビ局からの謝罪はないの。ないんじゃない。だってあれ番組内でもう一回リベンジしたでしょ。あ、でもほら一応経営出てたじゃん。あれなんか謝罪とかあったのかな。あれアウトでしょ。 10% ぐらい見えたね。そう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 、うん、なんであれ前掘りしないの。なんかしたら感覚変わっちゃうのかな。あのさ、あれって実はさ、テレビにカメラには映ってないけど、うん、見えてるじゃん、横とか後ろから。あ、まあまあ、うん、あ、だから面白いのかな。だとしたらそこで前張りしてたら、してますやんとかなんかあるじゃん。あ、他のお笑いのいじりとして、でその時点でも終了じゃん、その、はいはいはい、アキラさん的には。だったらもう捨て頃でやるしかないよね。お前捨て頃の使い方間違ってるけどな。大好き捨て頃、はいはい、生放送は前張りする。でもライブでね、正月はね、うん、うん、あ、知る時としない時があるんだ。あ、そうなんだ。 NHK の時とかはするのかね。ああ、まあそれはあるかもしれないね、確かに、うん、あとはなんか子供も見る時間帯の時とか、まあそもそも出すなって話だけどさ。まあ、でもぶっちゃけさ、うん、あんな昔からあるネタじゃん、うん、何が面白いの。君ちゃんと見た。はい、あのさ、まあ、一番最初のスタンダードのさ、このお盆がこう帰る、うん、あれ自体最初の1回見た時、早っ。いや、早いと思うけど、うん、もうゲイじゃん。だから違う、あのネタだから昔からあるから、うん、今さらなんで今流行ってんの。確かに裸だから面白いはあるんだけど、うん、ネタとしては昔からあるじゃん。昔からあれさ、エビンシ染之助染太郎の裸バージョンが出たら、じゃあもういけるってこと。ごめんなさい、別に。要するにさ、昔からあるネタを裸でやってるだけじゃん。まあ、そうだけど、ちょっと裸っていう演出を切り替えただけじゃん、うん、で、なんだっけ、安村さんだっけ、あ、裸のおっさんいるじゃん。安心してください、履いてますよと。そうそう、だから、うん、なんか裸が流行ってるなと思ってるのね、最近。だから昔からのネタを単に裸でやってるだけなのかなと思って。いや、そういうわけじゃないけど、あれはでも裸じゃなくて成立しないよね。だって服着てる状態をパンパンやられても、うまいなみたいな。いや、うまいなって。だ、そこでひげおじさんもそろそろありなんじゃないですか。待って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 、はい、割ともう YouTube いる。いるの。そんなん、まあ動画の文化だからね。裸の人、え、 YouTube ライブ、 YouTube ライブの裸の人まだいないかもしれない。あ、キョウちゃんいた。キョウちゃん裸だっけ。キョウちゃん上半身裸。上半身じゃん。いや、いいか、下半身だけやろ。待って、上半身着てんの。待って待って、クマのプーさんみたいな。あの、一回うちのチャンネルを一回切らしてくれ。別チャンネルを潰してくれ。はいはいはい、そういう人たちが見るチャンネルじゃないから、一応ここ。そうなんだ。子供もいるから。おー、子供やめよう。うん、
やめて、子供とそんな変わんないじゃんみたいなこと言おうとしたんだけど